ミネソタ州、ゲシテーバス・アドルホス大学で科学名誉教授を授かる、カール・ヨハンソン。1932年、カール・ヨハンソン、妻のマルガレータと4人の子供。左から、エルザ、シグネ、エドバルドと、ゲルトルード。1930年頃、カール・エドバルド・ヨハンソンは、スウェーデンの発明家で科学者である。ヨハンソンは、ジョー・ブロックとしても知られる。 ブロックゲージセットを発明した。ヨハンソンは1901年5月2日に自身の最初のスウェーデンでの特許、特許番号17,017、精密測定用ブロックゲージセットを取得し、1911年にはエスキルステューナに CE ヨハンソン株式会社を設立した。アメリカ合衆国では、 シージュゲージ、ブロックセットは1908年頃に、キャデラック社のヘンリー・リーランドに最初に販売された。私が脱帽して、敬意を表する人物は二人しかいない。カズとは、アメリカ合衆国の大統領であり、もう一人はスウェーデンから来たヨハンソン氏である。ヘンリー・リーランド、1920年頃ヨハンソンは、現役時代の終わりの1923年に、 ヘンリー・フォードのためにディアボーンのフォードモーター社で働き始めた。フォードは、ヨハンソンが1918年にパーキプシで設立した米国企業の CE、ヨハンソン社を丸ごと買い取り、すべての機材をディアボーンに運び込んだ。パーキプシで働いていたスウェーデン人従業員の中には、フォード社に雇用された者も,もいた。 72歳の時にヨハンソンは引退することに決め、スウェーデンに帰国した。生涯でヨハンソンは22回も大西洋を横断し、多くの時間を米国で過ごした。死後間もなくの1943年にヨハンソンは、スウェーデン科学技術アカデミーの大金賞を死後授与、された。ヨハンソンは1896年に、マルガレータ・アンデションと結婚し、エルサ、 シグネ、エドバルド、ゲルトルードという4人の子供を設けた。ありがとうございます。